私箕輪真理と申します。先ほどご紹介した2つのセンター、バイオサイエンスデータベースセンターとライフサイエンス統合データベースセンターの両方に所属しておりますけれども、基本的にこの広報とか後からちょっとご紹介する人に関するデータベースについてのところを担当しておりまして、こういった講習会で皆さんに NBTC であるから DBC レスが提供しているいろんなサービスを、まずジェネラルなところをご紹介するという担当をしております。でこの後いろいろ専門的な部分になりますと、またその個別にそれを専門なさっている先生方がご紹介しますけど、まずはジェネラルなところなので、ここは多分皆さん割と簡単にクリアできると思うんで、徐々に見ながらやっていっていただければと思います。目次としてこんな感じに進めていきます。講習を始める前にちょっといろいろ資料の置き場なんかをご案内して、それから JST と NBDC とかデータ共有の取り組みについてということで、統合データベースっていうのはそのデータベースを皆さんで共有して使いやすく私たちがご提供するというようなことをやっているということなので、データ共有の取り組みについてちょっとご紹介したいと思います。それから、主なサービスとして、どんなところにデータがあるかとか、データをどうやって検索するかとか、そういったことの、主たるサービスをちょっとご紹介して、それから先ほどちらっと言いました、人に関するデータ関連のサービスというのはちょっとありますので、それをご紹介します。それから、その他のサービスで終わりにということで進めていきたいと思います。でまずですね、講習会の資料置き場なんですけれども、先ほど画面でお見せしていたこちらのページに、行き着くようにしたいと思いますが、皆さんブラウザー開けていただいていいですかね。なんか何が入ってるのかな、クロームとか入ってるんですかね、ファイアボックス、多分どちらでも構わないですね。そこで、資料のところにも紙の資料の方にも書いてありますけれども、 NBDC スペース AJAX58 とか、あるいはもあするのはいいかな、それでやっていただくと、講習資料はこちらのサイトをご覧くださいとかいう、いうリンクがあるかと思うんですけど、どうでしょう。いけてますかね。このサツマっていうサイトですね、見ていただいて、いけますか。はい、で講習資料はこちらというようなリンクが、あ、ちょっとなんか私のとこ行かないんですけど、いけてますかね、皆さんね。先ほどご覧いただいたようなこの資料、この、はい、講習資料はこちらという、そこに今紙でお配りしている資料もそれも全部入っております。なので、このサイトもそのままずっと置いてありますんで、また後でこの講習資料を、ここから見てプリントアウトするようにやんだりもできるようにはなっているということでございます。それでじゃあ進めていきましょう。でここのちょっとそこのとこキープしておいてください。後でいろいろリンクとか使いますんで、そのページはちょっとキープしておいていただきたいと思います。それからじゃあ2番目の JST と NBDC、 それからデータ共有の取り組みについてというところで、ちょっと固い話になっちゃうかもしれないですけど聞いてください。統合データベースプロジェクトというのがありました。ありましたと今も続いてるんですけれども、今回この講習会でそれの一環として皆さんにご提供しています。で統合データベースの遠隔としましては、もともと国の科学技術会議とかライフサイエンス会議、これ文科省の会議ですけれども、そういったところで、データベースをいろいろ構築して人材育成をしたりとかして、その情報に関して皆さんのサービスとしましょうということで、JST にまずバイオインフォマティクス推進センターというのが立ち上がり、その後ですね、我が国のクライサイズメントのこういった報告が出た後に、統合データベースプロジェクトというのが文科省を中心にして始まりました。で時を同じくして、例えば農水省とか経済産業省とかでも、データベース、それぞれの省が持っているデータベースをまとめていきましょうというようなプロジェクトが時を同じくして始まっていましたので、こういったものをだんだんまとめ上げていくということを一緒にやっていきましょうということで、一番下に書いてあります JST バイオサイエンスデータベースセンターっていうのが、2011年の4月もう5年も前になりますけれども、立ち上がってきたわけです。で皆さんにはもう
科学の世界にもう何年もいらっしゃる方々ばかりだと思うので、もう言わずもがななんですけども、まあ、データを共有することで意味があると、サイエンティフィックにはどういうことがあるのかと言いますと、まあ、科学の世界では本来データは第三者と共有するものであるということが前提です。それでなぜかというと、まあ、その科学でその実験あの研究の中成果を発表したときに、それが再現性がちゃんとあるのかと、これが本当に正しい結果なのかということを、確認するためには、やはり第三者の検証というのは必ず必要になってきます。それからまたそのデータそのものが間違っていないかということの透明性、その研究成果に対する透明性もこれで確保できるということで、まあ、この辺がちょっとしばらく前に非常に問題になって、科学に対する、国民の、なんていうか不安というか不信というか、そういうものがちょっと出てきてしまったので、やはりこういうことをきちんとやっていかなきゃいけないということがあります。で、またそのデータそのものを再利用することで、新しい観点からの解析とか、まあ、共同研究を促進したりというようなこともありますので、まあ、こういったことで、科学の世界ではもう第三者と共有することに非常に価値があるということで、私たちの事業を進めているわけです。で、またですね、新しい技術の開発の促進にもあります。最近その NGS とかでもどん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 解析の技術がどんどん進んで、すごい大量のデータが出てくるようになってますんで、そういった大量のデータのマイニングっていうのは従来の手法ではもう情報化技術に例えば追いつかなくなってきてるんですね。ですからやはりそこにも技術革新が必要で、それをやるためにはそういったデータが手元にあるという状態が必要なので、やはりそのためにも皆さんで共有していかないといけないということです。で、あと一つ大事なのは、まあ、ここの大学もそうですけれども、基本的にその研究をやってるお金って税金なんですね。なのでその税金で生み出されたデータっていうのは全ての市民のものであって、市民は二度と税金を払わないというのが、まあ、これ特に欧米でこういうやり方をしてますけれども、そういうのが、根底にありますので、まあ、国などの公的資金を投じて得られたデータは共有していきましょうということで、この統合データベースプロジェクトというのも始まっております。そしてオープンサイエンスって言葉を聞かれたことがあるんじゃないかなと、ここ1年ぐらい非常にいろんな場面でオープンサイエンスとかいう言葉が出てきてるんですけれども、それの発端となった国際的な会議がありまして、2013年の6月に2013年の6月に G8 の科学大臣会合、 G8 の科学大臣会合って、まあ、こんなところがちょっとなかなか直接私たちのところと直結してくることはないんじゃないかなと思っていたらですね、論文のオープンアクセスに加え研究データのオープン化をしてくださいということを共同声明されてるんですね。でそこで世界的な議論が加速したんですけれども、なかなか日本ではこれが進まなくって、実は昨年もう一昨年になってしまうんですね。昨年度の終わりぐらいですね、いきなりこの12月9日ぐらいから急にこの国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会というのが、まあ、内閣府で行われておりました。でそこで最終的に出てきた、まあ、報告書の中にですね、こういった言葉が書かれております。公的研究資金を用いた研究成果、過去論文生成された研究データ等について、科学界はもとより産業界および社会一般から広く容易なアクセス利用を可能にし、知の創出に新たな道を開くとともに効果的に科学技術研究を推進することでイノベーション、この言葉も最近皆さんすごく特に政府系の人好きで使ってるんですけども、イノベーションの創出につなげることを目指した新たなサイエンス、これをオープンサイエンスというふうに定義づけまして、こういうことをどんどん推進するような施策をいろんな省でやっていきましょうということが決められているわけです。でまあ、こういった動きもありまして、まあ、JST と NBDC というのはまあ、そういうところの一端を担わせて、元からちょっといろいろ活動をしていたわけなんですけれども、ちょっとここで簡単に JST と NBDC のご紹介をしたいと思います。科学技術振興機構という名前は知らないっていう人います。あ、よかったです。科学技術振興機構 JST というのは、まあ、こういったミッションを持って、いろんな活動をしておりますけれども、一番下のところ科学技術イノベーション創出のための基盤形成というのがありますが、ここに知識インフラの構築というのがあります、まあ、基盤となるような事業なので、皆さんの税金をもとにやらせていただいているわけですけれども、この知識インフラの構築のところが、一つが活動がバイオサイエンスデータベースセンターということになります。JST の中の一つのセンターでして、まあ、先ほども言いました2011年の4月に設立いたしました。
で生命科学分野のデータベースを使いやすくするっていうのがまあ基本的な、ミッションでして、そのためにデータベースの研究開発戦略の実案、それからデータベースそのものを充実するとかですね、で先ほど言いましたようにいろんな章でそのデータベースをまとめるというような事業が進んでおりましたので、その府省間のデータベースを統合していくという活動もしています。でまたそのデータベースを統合するにあたっていろんな基盤的な技術、情報技術的なところですね、いろいろ開発する必要もありますので、そういったことですとか、あとは生命科学、ここは生命科学全般の、を取り扱うところなので、生命科学といっても非常に多岐にわたります。分子のレベルも違いますし、その 対象とする生物もいろいろありますので、分野ごとにそのデータベースを統合を進めるということで、いろんな先生方にキーとなっていただいて、それを各分野でまずは、データベースをまとめ上げていただくという作業をお願いする、そういったファンディングプログラムも実施しています。それから、ポータルサイト、ウェブサイトですね、ということでデータを公開するということと、それから今はもうインターネットで全部公開しているので、全て国際的になんかつながることになってきますので、国際連携のような話もこの中でやっております。これはお配りしたカラフルなパンフレットの中にも出てる図なんですけれども、NBC の取り組みで先ほど言いました基盤技術開発とファンディングプログラムというのがありますが、基盤技術開発に関しましてはその、右上のところですね、実はここが DBCLS といって、先ほど言ったライセンス統合データベースセンターというところがやっているところなんですけれども、基盤技術開発を私たちがやっています。それから、ファンディングプログラムに関してはこういった先生方の、これ後で興味ある方は中見ていただければいいんですけれども、いろんな先生のお名前があります。医学系のところももちろんありますし、やっぱり医学だけじゃなくてかなりいろんな生物とかモレキュールについてのそれぞれのところでまとめてあげていただいている先生がたくさんおられますので、後でご覧ください。それでこういうふうにそれぞれの分野でまとめていただいたものを私たちが全部一箇所に集めて何かするっていうのはなかなかマシンリソース的にも難しい状況があります。大きなデータセンターを作るっていうのはなかなか今やれない状況なので、もともと NCBI というのはアメリカでやっているアメリカの NIH の中のデータセンターですね。 NCBI はもう基本的に強大なマシンパワーを持ってそこに全部集めるっていうことをやってるわけなんですけども、私たちが目指しているのはちょっとそれとは違いまして、それぞれの先生方が持っているのをバーチャルに統合するようなそういうやり方ということで、ちょっとその中央集権型というのが NCBI の形だとしたら、私たちのところをやっているのは連邦型で統合するような形にやりましょうということで取り組んでいるところです。それで、生命科学分野のデータベースについて、その統合データベースプロジェクトを進めるにあたってですね、いろんな要望がありました。で、主なものがこの3つに集約されるわけなんですけれども、どんなデータベースがどこにあるのかよく分かんない。もしかしたらもう欲しいデータはすでに誰かが作成して公開してるんじゃないかというようなことがあります。それがよくわからないということと、それから、それぞれのデータベースにいてそれぞれのデータベースのインターフェースで使うということはもちろんインターネットで公開されればできるんですけれども、じゃあ複数のデータベースを横断的にバーって検索する、そこで自分に必要なデータを一括で取ってくる、そういうことができないかというようなことですね。そういうことが要望としてありました。特に文献とか特許など、異なる種類のデータベースを一括検索できれば非常に助かるんだけどなということ要望がありました。それからもう一つは、人が公開しているデータをそのままデータセットとしてダウンロードして自分の持っているデータと一緒にやりたい、それから自分が使っているシステムの中で使ってみたい、そういうようなことが要望でありましたが、これらに対して、まず一つ目についてはデータベースのカタログということで、どこにどんなデータがあるのかということを検索できるようにしています。それから複数のデータベースを横断的に検索できないかについてはデータベースの一括検索のシステムを作って公開をしています。それからデータの一括ダウンロードのためのアーカイブというものも作っておりますので、これについて順次ご説明していきたいと思います。で、またちょっとその前にもう一つだけ前提としてお話ししておきたいんですけども、データを利用するときに実はいろんな問題点があります。まずどんなデータが入っているかよく分かんないっていうのはもちろん一番、よく言われることなんですけれども、データの種類が多種多様であるということですね。それからデータがどんな
データが入っているのかというその説明とかですね、項目がバラバラになっているというのがよくないということで、これについてはデータフォーマットを標準化してデータの説明を標準化すると、このデータの説明メタデータって呼びますけれども、そういったメタデータの書き方とかを標準化して、どんなものが入っているのかということを一目で分かるようにしましょうということがあります。それから求められるデータが入っているかということでは、なるべくデータをいっぱい集めていく仕組みを作る必要があるので、例えば公的な研究には帰宅を義務付けるということで、これ例えば文科省ですとか厚労省ですとか、そういったところから出される研究費で作ったデータ、データ一時まずこう例えば測定器から出てくるデータとかですね、そういったものについてはまず、そこを帰宅しています。それを使った研究のその先の成果まで出してくださいということではなくて、まず誰もが機械にかければ出てくるようなデータとかですね、そういったものについては他の人も使えるように出してもらうということを義務付けるとか、そういったことが必要になってきます。一部ではもう始められているところです。それから、どのように使ってよいのかっていうのがよく分かんないっていうのがあるんですね。例えば利用に際しての条件がバラバラで、そもそもなんかそういうことどっかに書いてあんのちゃんとっていうこととかですね。あとはここにいらっしゃる方ほとんどアカデミアの方なのであまり関係ないのかもしれないですけど、特に民間企業の方はこれ民間で使ってなんか変なロイヤリティとかうんという請求されるとか、そういうようなこととかがすごく非常に不安で使えないっていうような状況があるんですね。だから商用可能であるかとかですね、あとそのデータ使った後のその使用量とか、その後どうやって公開していったらいいのかとか、そういったことがちゃんと書いてないっていうのが一番いけないんですけれども、それを利用条件をまたやっぱり標準化してそれを明示するという、そういうやり方をですねちゃんと、標準化して、それからそれがどこに書いてあるかちゃんと分かるようにするということですね。そういうことが非常に重要になってきています。でデータの作成者ってちょっと著作物とは若干違うんですけれども、でも私たちのところで一応著作権という考え方の一つということでちょっと整理をしています。それが一つクリエイティブコモンズという再利用と共有を促進する仕組みなんですが、これは本当に全く実は著作物に対するものです。例えば絵とか文章とかそういったものに対してクリエイティブコモンズというこういう下に一番下にあるこのマークですね、こういうものをつけるということで、著者自身がこれはこういうところまでは使っていいよっていうことを宣言する。基本的に例えば著作物って全部著作者にちょっと言いにくいんですけど著作者に権限があるっていうことになるんですよ、日本の著作権法だと。なんですけど一応こういうことで、例えばですねこの一番左側にある CC BY って呼ぶんですけども、これですとクレジットをちゃんと書いてくれればどんな使い方してもいいよっていう意味なんですね。でこういうことを言ってもらえると、じゃあこの人の名前だけちゃんとここから引用しましたってことだけ書いてあげれば、もちろん一部の引用とかはもちろん著作権法でも認められてるんですけど、もうちょっと自由な使い方ができるということがあります。それから例えば、ですね、例えば CC by SA この辺りまで私たちのところでよく使ってるんですけども、 SA っていうのはシェアアライクっていうのの略です。シェアアライクっていうのは、まずこのラベルがついたものがこういう条件で公開されているとしたら、次にあなたが作った派生物、これを利用して作った二次加工物も同じように公開してねっていうような宣言です。ですからなんかこう条件が引き継がれるような感じになりますね。でそういった形でまた強要されているものがまた強要されるっていうような形のいい循環を生み出していくようなことになりますので、私たちはこのあたりのライセンスを使おうということでクリエイティブコモンズという、こう著作権の本当は著作権のものなんですけれども、それをデータにも応用していこうということでやっております。で次のそのページのところですね、 NVDC で使用しているライセンス CC ライセンスに関しては、先ほど言いましたその CC 表示継承シェアライクという条件を継承するというそのやり方ですね。これですと同じ条件で ずっと公開されているということになりますので、これをなるべく推奨しています。であとは CC 表示ですね、クレジットをちゃんと書くこと、これは基本的に論文で引用するときもそうですよね。科学の世界ではそれが割と当たり前なんで、これは非常に受け入れやすいかと思うんですけど、あともう一つですね、あえて利用条件何もなしですということを宣言するというやり方があります。CC0 って言うんですけど、これやっぱり科学のデータの世界で結構非常に採用されてるんで、もうパブリックドメインにするんで何してもいいですっていうあえて宣言するということが、さらに進んだやり方としてはあるということです。この場合は非常に自由に利用することができるということですね。
で、じゃあ今2番目まで終わりましたので、じゃあ、主なサービスについてこれから順次説明していきたいと思います。NBDC のポータルサイトというところがありますが、ここをまずちょっと、検索していただこうかしら。先ほどもブラウザ開いていたので、また NBDC とだけ入れてもらっていいですかね。検索でもう一回 NBDC ってまた新たなタブで入れていただくと、多分、トップに出てくるのはうちのサイトだと思うんですけど、どうでしょうか。このはい、バイオサイエンスデータベースセンターというのが多分トップに出てくると思うんですが、このページ出ましたかね。はい、このページの、左上の方にですね、主なというさっき申し上げたサービス一応集めてあります。一番ここアクセスしやすい場所なんで、それで一番上がデータベースのカタログですね。それから2番目にあるのがデータベースの一括検索、3番目にあるのがデータの一括ダウンロードのためのサイトです。これらについてちょっ と、手を動かしながらお話ししていきたいと思いますが、この中には他にもいろんなサービスがあります。先ほど分野ごとにいろいろまとめていただくというお話ししましたけど、それぞれのところで公開されているデータベースですとか、その他にいろんなデータベースの活動されている、機関がありますので、そういったところから公開されているものとかですね、公開をこのポータルサイトとしてここに来れば一応そんなものがざっと見られるというような状態にしてあります。で、そこに書いてあります40種類以上のサービスがありますし、それから生命科学のデータベース関連には一応特化してますんで、もうありとあらゆるものが入っているという状態ではないです。から、登録とか今言って単に行けたようにも分かりないように登録も何もいりません。ここから中行くのにも基本的に登録いりません。ちょっと人のデータベースだけやはりちょっと特殊な扱いがありますけれども、それ以外は基本的に何もバリアなく行けるような状態になっています。で、無料ですので、どこからでも誰でもこういったふうに、ウェブブラウザさえあればアクセスしていただけるような状態になっています。で、そう、先ほど生命科学分野のデータベースに対する要望として3種類ぐらいこんなものがあるということで、ご紹介しました。そっちの一番最初の DB のカタログについてまずご紹介していきましょう。インテグバイオデータベースカタログという名前で呼んでおります。この概要なんですけれども、国内外の生命科学系のデータベースの所在情報ですか説明情報を提供するカタログです。で、収録 DB 数が、もう今1500件超えてるんですけれども、国内が1000件以上あります。国内のものを集約するっていうのが、国の統合データプロジェクトとして始めたその一つのきっかけですので、国内のものがかなりいっぱい入っているということですね。それから、20種類の記述項目をまとめてありまして、もちろんデータベース名、それから、どうやってアクセスするかの URL で、どこが作ったかですね、あと対象としている生物種、それから説明の文章などを、書いてありまして、こういったことで、詳細説明もパッと何が書いてあるのかって分かりやすくまとめてあるということです。からデータベースをキーワード検索とかカテゴリーから探すことが可能で、そういった検索ボックスですとか絞り込み機能というものがあります。で、それの、場所ですけれども、このインテグバイオデータベースカタログ入り口というのがその左の上にあります。聞きながらでも自分でこうペペってやっても大丈夫なんで、もしよかったらそこ行ってみてください。で、その次のページからインテグバイオデータベースの使い方ということでありますので、それ見ながらでも勝手にやっていただいても構いませんし、私のお話を聞いていただきながら一緒にやるでも構いません。こんなページが出てくるかと思います。1524件ありまして、今はね、これレコード公開順になってるんで、一番最近にこう登録したものが一番上になってます。いろんな並べ替えもありますんで、そのあたりはお好きなようにしていただければいいと思います。で、一番左側、こちら側ですね、左側にはこう一覧内を検索したり絞り込んだりするような場所があります。一番上に検索ボックスありますので、キーワードを入れていただければ検索できますし、生物種ですとかカテゴリー、この下の方にまたいろんな分類がありますけれども、データの種類の中で分類することができるようになっています。で、真ん中にはどんなデータベースがあるのかということを、これはトップ画面の図ですね、サムネイルといいますけれども、こういったものですとか、あとは青い字のところはそこをまた押したりすると、実際のデータベースに飛んだりするリンクになっています。で、運用期間とか生物説明といったところで、ちょっとその、詳細な説明が詳細へって書いてあるリンクのところなんですけども、そこに書いてあることがちょっとこうちらっと見えるということで、大体これ見ればどんなところが何に対してやったのかなということが分かるようになっています。こちらの方はまた新着情報とかそういったものがあります。
それで例えばこのウイルスっていうのが今49って書いてあるところなんですけど、ここを押していただくとちょっと次の、シートのところで、こちらだとちょっと全部の画面になってますけど、49件のウイルス、ここをポチッと押すだけで、まあ、ウイルスだけのそのリストが出てきます。なぜかですね、今ちょっとですね、49件の中トップになっているのが運用終了とかってちょっと悲しい今状況なんですけれども、とにかく49件のデータベースがかつても含めてありましたということを、出しています。ここで一つですね、ここに休止っていうのがあるんですけど、わかりますかね、14日以上休止って書いてあります。例えば Google とかでもね、検索してなんかデータベース、あ、こんなん良さそうじゃんと思って見つけていったらやってなかったってこと結構あるじゃないですか。悲しいので、私たちのこのカタログのところでは毎日一応アクセスしてみて、そのちゃんと動いてるかどうかっていうことは確認してます。なのでここに休止って書いてあったりする場合は、今は休止なのでここ行っても何もありませんということがすぐこれ見てわかるので、ちゃんと生きてるサイトだけ使えるということで、それはちょっと便利な、ちょっとだけ便利な機能かなというふうに思います。で、今、まあ、いくつか起こしていると複数条件で絞り込むことができますが、この一番上の全条件をリセットするっていうふうにやると一番最初の画面に戻ります。それで今日はちょっと私そこに例示一つ置いてありますけど、古川先生の分子腫瘍だっていうので、まあ、腫瘍っていうので検索したらどうかなと思って、腫瘍っていうキーワードで一応検索してみました。そしたらですね、データベースのレコード一覧では16件出てくるということになりまして、その中で一つP ダイレクトっていうゲノム解析データポータルっていうのがあるんですけれども、これP ダイレクトっていうのは次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラムっていう名前のものなので、まあ、さまざまながん種についてゲノム解析をしたというようなものです。今年度までの確かプロジェクトだと思いますけど、これのゲノム解析データポータルがオープンされてまして、それがカタログに載ってましたので、例えばこれなんかをちょっと例にしてどういうことが分かるかということをお示ししたいと思います。今のところちょっと切り出したところなんですけれども、このサムネイルか、P ダイレクトっていうこの、ところを押していただくとオリジナルサイト行きます。こんな感じです。まあ、これでなんとなく予想がつくんだったら自分で行ってしまうっていうのもありなんですけれども、もう一つのやり方として、一応私たちのところでまとめたカタログの掲載内容というのがあります。これこんな感じで、先ほど言いましたように項目を揃えてその記述を集めてありますので、次のページに行っていただくとこんな感じでまとめてあります。まあ、名称、それからどこが URL 運用機関名、それから、どこの国でやってるかということと、あと説明ですね。この説明文書は、まあ、ウェブサイトなんかを見ながら私たちのところで文書をまとめているので、そういう意味ではこれも著作権ないです。使っていただいて構わないです。それから、カテゴリーで例えばゲノムだとか健康疾患とか、ちょっと内部的に使っているそのカテゴリー分けですね、そういった情報ですとかで、記述してあります。あと大事なのは稼働状況ですね、稼働中とかいうことですね、こういったことが書いてあります。で、いつレコード公開したかとか、そういったことも含めて書いてあります。それで今のように、まあ一つ一つのデータベースをご覧いただくということでいいんですけれども、あとは、まあ、ちょっとこれはなかなかマニアックな使い方かもしれないんですけど、今ここに公開しているこのデータベースカタログのデータですね、それ全部ダウンロードすることができるようになっています。なので、まあ、このデータを使って私ならこんなサービス作れるわって、もっと自分で使いやすくできるわっていうところがあるのであれば、これ本当カタログ全体をダウンロードしていただいてご自由に使っていただくということもできます。これ私どもの利用許諾としては CC0 です。皆さんがどんな使い方をされても結構ですし、このデータを使ってなんか公開のサービス作っていただいても構わないということで、提供しておりますので、ご興味のある方はこちらもご利用いただければと思います。それで、今ちょっとだけ例示見せたんですけれども、ここでその次のページのところですね、実習ということで、もう非常に簡単な問題なので少しここで手を皆さん動かしていただければと思うんですけれども、いいですかね、もう5分ぐらいで多分できると思うんで、ちょっとちょこちょこっとやってみてもらっていいですか。もしこれでなくてもいいです。自分で今こんなカタログあったんだと思って、自分の興味のあることあるったらそれを検索してもらっても何でもいいです。ちょっと5分ぐらい使ってみてください。
5分もいらないですかね。普通にあのね、Google 検索してるのとあの変わらないと思うんで、ちょっとやってみていただく。ただこれは一応ここに書いてある、この実証をやるのであれば、今左側の絞り込み機能を使ってみましょうなんで、左側の書いてあったメニューをどんどんプチプチやってみるというところでやっていただければと思うんですけれども、どうでしょう、大丈夫ですかね。で、私昨日ちょっとこれやってて、ちょっとのなんかおかしいなってところに少しちょっときあ、これダメだな、ここ出てこないですね、私のところちょっと出てこないんであれなんですけど、なんか植物を選ぶと255件ってなって、その後ゲノムを選ぶと40件ってなると思うんですけど、なんか選ぶ前にゲノムのところに41って書いてあると思うんですよ。ちょっとなんかね、おかしいなと思ってるんで、ちょっと確認中なんですけど、でそのうち日本国内で作成された DB はっていうのは、その左側のメニューちょっと下の方まで行っていただいて、日本とか日本以外みたいなあの選択肢があると思うんで、そこをプチッてしていただくと、多分25件かなんかだったと思うんですけど、あ、30何件かな。でまた稼働中とか、なんかそういったあのカテゴリー分けがまたその周辺にあるかと思うんですけど、そこをまたプチッと押していただくということで、どんどんプチ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 押していただくだけでこれ分かります。そこで、まあ、実習さんまではそういったポチポチポチでずっといけるかなと思うんですけども、実習はまあカタログダウンロードして、さっき最後にご紹介した内容で、これはまあちょっとあの興味のある方は別途やっていただければいいので、いいですかね。なんかカタログ結構あこんなの知らなかったっていうようなことが結構いろんなところでご紹介すると出てきたりしているので、皆さんも一度ご自分の専門の検索内容を検索していただけると、なんか気づきがあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ使ってみてください。はい、その資料の方にはその後に、まあ、実習1から読んでどういうふうになるかみたいなこともずっと書いてあると思うんで、それはぜひご覧いただければと思います。では次に進めます。よろしいでしょうか。先ほどいくつかご紹介サービスをご紹介するというところの2番目、一括検索ところに行きたいと思います。データベースの一括検索なんですが、まあ、横断検索と私たち呼んでいます。そこの生命科学データベース横断検索の特徴といたしましては、まあ、生命科学分野のコンテンツに対象にした検索システムなので、普通に Google 検索とかするよりはずっとノイズ少なく、まあ、生命科学に関する情報だけが出てくるということになっています。で、分子 DB の中ですとか文献や特徴と合わせて一括検索できるということで、対象のデータベースは558件今搭載されています。で、検索キーワードをですね、日英の相互翻訳、京都大学のライフサイエンス辞書というものを使って、まあ、生命科学になるべく特化したような翻訳をかませてますので、日本語だけ入れていただいても英語も検索するということで、外国の文献なんかも一応入ってますけれども、そのあたりも、一緒に検索されてくるようになっています。それから、検索結果の絞り込み機能ですとか、そういったものがありますので、まあ、割と通常の検索を、まあ、ちょっといろんな機能をつけたという形なので見ていただければと思いますが、Google との違いということでちょっと絵書いてあります。まあ、例えば Google でマウスと検索しますと、まあ、研究現場でやっぱ欲しいのはこのネズミちゃんの方なんですけど、基本的にまあ普通に Google で検索すると出てくるのはこれコンピューターのマウスですよね。科学 .com とかそういうところのが出てくるということです。で、もう一つ の違いっていうのがあんまりこう表面的に見えないところなんですけど、Google とか Yahoo とかの検索、一般的な検索っていうのは表層ウェブとデータベースの中の表層ウェブと深層ウェブっていうのがありまして、表層で一番こうトップレイヤーにこう表面に見えているようなオープンにされているような情報はザーッと検索できるんですけれども、下の方に行けば行くほどそのデータの中に階層構造があって深いところにあるものってのは検索できないようになっているんです。なのでその下の丸々の図があります。公開ウェブのだいたい Google は 53.2% 程度しかカバーできてないというふうに言われています。これはその下に書いてある、研究成果ということで、発表されている内容ですけれども、まあ、Google のカバー率はそんなもんなんだということなんですね。で、
まあ、左側でご説明したように意図したものとは異なるということと、それから実は網羅的でもないということで、やはり、生命科学 の、 その研究データを検索するとかそういった時にはもうちょっと違った形の検索が必要だということです。で、対象となっている、データベース の、 あの検索対象、これですね、ちょっと数全部足すと、まあ、あの550ぐらい足りないんですけれども、大体こんなものがということで、あの例を出させていただきました。文献ですとか、それから、ゲノム、それから電子発現タンパク質、こういったものも検索できます。ただ例えばゲノムでブラストで検索するというのとはちょっと違うんですね。ゲノムの情報というのも一つ一つのレコードにこれは何の、遺伝子であるとかそういったこといろいろ書いてありますので、そういった、テキストの部分を対象にして検索をしています。で、これ入り口ここにあるんですけれども、実はですね、ちょっとね、40人とかがガッと検索しに行くと非常に大変なことになりそうなので、今ちょっと講習会用ということで2つリンクをつけてあります。これ先ほど の講習会用の資料のページでからでも、講習会用温暖検索1とか2とかって書いてある、先ほどタブで残していただいたと思うんですけど、そちらからたどれますので、そちらをたどっていただくでもいいです。わかりますかね、講習会資料こちらでたどっていただいた先に、温暖検索の1とか2とか書いてあるところがあると思うんですけども、そちらをたどっていただくでも大丈夫です。これですね、これの、はい、私の名前のあるところの後ろの方、タイトルの後ろの方にありますよね、横断検索講習会を1、2、1に別に分けません、適当にランダムに、みんな1を選ばないようにお願いしますということで、適当に分かれてやっていただければ、今ちょっとそのデータの量とかも少し限ってて、実際のサイトと違うんですけど、まあ、感触としてこんなものかなということを見ていただけるので、手を動かせる方はそちらをやりながらでも結構なんでやってみてください。ここですね。で、横断検索のインターフェース、はい、じゃあまたちょっと資料の方に戻ります。横断検索のインターフェース、はい、こんな感じになっています。これちょっと本番用のサイトなんで、今皆さんが見ている講習会用のサイトですって書いてあるのとはちょっと違うと思うんですけども、まあ、基本的にシンプルにこういった窓があって、そこにいろいろキーワードを入れていただくという単純な、まあ、ここだけは Google ライクなインターフェースになっています。で、5個のサジェスト機能なんかも入ってますので、例えばインフルエンザって入れようと思ってインフルまで行ったら、あなたの入れたいのはインフルエンザウイルスとかいうこういったものがよく出てきますよね。ああいったのが全部出てきますので、非常に簡単に、間違いなく入力することができるようになっています。から、データベースかヒット件数かという検索できるようになっているんですけど、デフォルトで多分データベースそのものを検索しに行くという形になっていると思いますので、そのまま基本的にやっていただければいいかと思います。ヒット件数というのは大体どのぐらい件数あるのかなって見たいときにちょっとやるんですけど、あまりにちょっと多いことが予想されるときにはまずこっちでやってもらった方が、検索負荷はかからないんですけど、まあ、データベースにそのまま行っていただければいいんじゃないかなと思います。あと上の方に、まあ、いろんなお助けグッズみたいなとか情報とかあるということです。それからちょっとこれもフルバージョンの画面で申し訳ないんですけれども、ちょっとアドバンスドサーチみたいな画面も用意しているので、後でご自分 の、 パソコンに戻られた時に、自分の研究室とかに戻られた時に実際に見ていただければなと思いますけど、まあ、データベースの絞り込みですとか、検索の日英翻訳をオンにするオフにするとか、なんかいくつかのこう絞り込み機能とか、更新時期の絞り込み、対象デイビーの絞り込みというような形で、アドバンスサーチもできるようになっています。それから、この検索結果のところも、まあ、それもちょっと資料にいろいろ細かく書いてあるので、後でやはり実際の、バージョン見ながらこの辺は一回なぞって見てもらえればいいかなと思うんですけれども、いろんなどういうデータベースのところに何件ヒットしたかとか、そういうのことが分かるとかですね、いうことになっています。で、ここにプラスマークがついてます。よく見ると思うんです。このプラスマークポチッとするとその中はまたさらにパッと展開されるというふうになってて、またさらにその下のカテゴリーで、どういうところに何件というような、こういった情報が全て出るようになってますんで、その辺選びながら、まあ、いきなりだって2万とかね、見に行ってもダメですもんね。だからこの辺ちょっと絞り込みながら見ていただくということができるように、さらにサブカテゴリーがあるものもできますので、で、ですね、一つはこの
データベースの名前とかをちょうどクリックするとそのヒットした個別の検索内容がその Google ライクにバーッと出るようなそういうところに行ってそれちょっと次のスライドに書いてあるんですけどももう一つ言っておきたいのはここに i っていうマークがあるんですけどこれ見るとこの、データベースはどういうデータベースっていう情報が出るようになっています。なんかこう当たったんだけどよく聞いたことないデータベースだったりしますよね。なので、この i ってところを押していただくとあこういったデータベースだということが簡単に分かるように書いてありますのでそれを見ていただければあじゃあこのデータは見るべきデータかどうかっていうのことが分かるということになっています。データベースの検索結果はやはりこういったのちょっと Google ライクなんですこちらも Google ライクなんですけどもこんな感じで出るようになっています。はい、この辺もヒット数とかですねそういったものが出るようになってますしこれが検索結果のそのものになりますしそれから、この辺が、関連遺伝子ですとか、どういうことかですねそういったものがありますしあとちょっともうちょっと下の方行っていただくと外部リンクなんかもあるということで、まあ、他につなげる情報がこの辺に集約されているといったページ構成になります。多分このページ構成そのものはそんなに皆さん違和感なく使っていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、あとは、一番上のところですね絞り込み機能がありますのでそれについてもその次のページちょっと書いてあります。すべてのデータベースというところを、押すと、その下のレイヤーで、絞り込んでいくことができるというようなものです。例えば全てのデータベースというところで統合データベースプロジェクトを選んでさらにインテグバイオデータベースカタログというのを選んだ時の場面ですね。統合データベースカタログのところからこういう形でとあごめんなさい全てのデータベースから統合データベースプロジェクトを選んでさらにその下にインテグバイオデータベースカタログが出てくるのを選んだ時にまあ最終的に出てくるその一件一件の記事というのはこういうふうに並んで出てくるわけなんですけども一つは例えばインフルエンザというのでフルバージョンのところで検索していただくとこういったものになります。でなんかご覧いただきますと、まあ、カタカナでインフルエンザって入れたんですけれどもこちらでも翻訳されているところですねインフルエンザこちらの方にもヒットがあるよということが、ご覧いただけるかと思います。ここに書いてある情報も、まあ、基本的にデータベースのその、一つ一つのレコードの名前ですねからどこのデータベースにあるのかそれから、まあ、サムネイルってその画像があればなんですけどこういうのが出てそれからその、どういった検索どういったところにヒットしたかっていう文字列の情報が出るということで まあ、あとはそのそれぞれのところへ行っていただければこの全体は見られるということになっています。こういったちょっと、まあ、いろんな情報がちょっと盛り込まれててなかなかごちゃごちゃした感じになってるんですけども、まあ、皆さんが とにかく使うときにたどりやすいようにということでいろいろ情報をまとめてあるんで後で見ていただければなと思います。はい、で今じゃこれだけちょっと簡単なのでこれちょっとやってもらおうかなと思うんですけれども、先ほど1でも2でもどっちでもいいですって言ったそのリンクのどちらかに行っていただいてインフルエンザでデータベース検索するとこの実習の5 6、7とちょっとたどってやっていただいていいでしょうか。まずインフルエンザで検索していただくと、こういった画面が出てきてるんじゃないかと思います。どうでしょう。今はそのちっちゃいミニセットの方でちょっと検索しているので全てのデータベースでも379件しかありません。でただこう中のところですね先ほど見た画面と同じようにインフルエンザそれからインフルエンザ両方かかっているカタカナで検索しても両方かかるという状態になっていることがお分かりになるかと思います。はい、でじゃあ外部サービスを使った、検索ということで6番号なんですけどそれ言ってみたいと思うんですが右側のところのちょっと下の方に行っていただきますと J グローバルっていうのがあるんですね。これもちょっと JST の一つのサービスでこれも JST の中で持っているいろんなデータリソースを割と横断的に検索するようなものなんですけれども、まあ、生命科学に特化してないんでいろんなデータが出てくっちゃうっていうのもあるんですがここにもリンクすることができます。そこリンクのところをクリックしていただくと、まあ、これがちょっと実習の6になりますがどうでしょう。こういった画面が
出てきてませんか。出てきますか。で、これサービスによるんですけれども、中にこうやって今初めにかけた検索のその文字列をそのまま埋め込むことができる、そういうサービスについてはこうやって、まあ、もう一回そこ行ってもう一回検索するってことしなくていいようにはなっています。なので、インフルエンザについての情報を外部リンクでもう一回見るというような形でなっています。で、ここもこっちもね、こっちは明示的にインフルエンザをインフルエンザってことで書いてありますけれども、両方のこの単語で書かれるようになっていてということで、検索結果がこういうふうに出てくると、なんかすごくありますね。4万7000件ちょっと見る気しないと思うんですけど、こちらもこういった形でこうまたタブ、こっちはタブのような形で見せているものもあるんで、ただ生命科学に特化してないんで、そのあたりはちょっと注意しながら見ていただければと思います。はい、こういった形ですね。じゃあ実習の7と8の方なんですけれども、もう一回その、一番初めの検索の画面のに戻っていただいて、ソックス2と入れてみるとこんな画面になりますか。どうでしょうか。はい、これもまあこれもまあ普通の検索なんですけれども、これのこっちの今度はこの関連遺伝子で検索というそのところをちょっと見てみましょう。こちらの SRI というボックス2というところをちょっと見ていただいて、これを見ていただくと、これ選択するとこういうのが出てくると思います。1件しかないんですが、で例えばこれは今ゲノムネットワークプラットフォームのアントレジーン6657っていうところ、あとこのジーンの6657っていうのですね、それなんですけれども、例えばこれはもうこの一番上のこの今青ちょっと紫っぽくなっているところをクリックしていただくと、あ、ごめんなさい、これですね、こういった形になってきます。ここはもうこちらのゲノムネットワークの方のサイトです。この横断検索の中にあるデータではありませんが、こういったことで、辿っていけば、他の外部サイトの情報もこういうふうに見ることができるというようなことになっています。あと皆さんそれぞれご自分のテーマでのモレキュールとかなんか現象とかそういったものがいろいろあるかと思うので、後でぜひ試していただければと思います。ここまでよろしいでしょうか。でこんなにねリッチな検索結果が出てくるから、ちょっとなかなかちっちゃい画面でどうなのかなって私は思うんですけど、ただなんかどうしても作りたかったみたいで、なんかこのスマホ用のなんかこういうのもあるんですよ。なのでまあベンチサイドでなんかちょっと調べたくなった時にも使えるとかいうことで、ちょっと覚えておいていただければと思います。でもちっちゃいとなかなかね見にくいんじゃないかとは思うんですけれども、まあこういったこともどんどん便利に作ってありますので、ぜひこちらもご活用いただければと思います。さて、ではその主なサービス3つ目、このデータセットを取得できないかというところに行きたいと思います。データの一括のダウンロードのサービスがサービスですが、データベースアーカイブという名前で、私たちサービスをしております。その特徴はですね、国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスであるということで、ここには収録のデータベースが109件、今こう109件あります。でいろんな形でデータベースデータをダウンロードすることができますし、それについてのちゃんと説明が書いてあります。 CSV というのはカンマで区切るって形で、まあ、Excel とかに非常にインポートしやすいような形にできるものですけども、あとはちょっとRDF 形式というのはまたちょっとデータベースの最近の流行りの書き方なんですけども、そういった形式でダウンロードすることができます。でデータそのものは、いろんなプロジェクトで作成されたデータベースになります。なのでそのデータベースを作っていただいたプロジェクトの、まあ、代表の先生のお名前なので登録がされているわけなんですけれども、その時登録していただくときに基本的に CC ライセンスでお願いしますということでやっています。で大体が CC 表示継承ですね。だからまたそのデータ使って何かした時にはまた同じ条件で公開してくださいねという、そういうライセンスで基本的に公開をされているものです。
でそういったことで、ここにあるデータはそういうものだということで非常に分かりやすく、例えば何かと何かを組み合わせて何かをした時も同じ条件で公開すればいいので非常に分かりやすくなって、複雑性をなるべく省こうということで、そういう意味で利用許諾を統一しているものです。中身としましてはこんなようなものがあります。ゲノム遺伝子、遺伝子関連のもの、それからタンパク質、化合物もちょっとありますし、あとは代謝の情報ですとか、文献も若干ありますけれども、こういったものになります。入り口はここです。トップページ、 NBDC のトップページの左上の、上から3つ目がデータベースアーカイブの入り口です。これはそのまま見ていただいても大丈夫なので、もしウェブサイト行かれる方はそこをちょっとクリックしてみてください。こんなトップページが出てくると思います。上の方はちょっと説明がごちゃごちゃって書いてあるんですけど、こんなやり方で皆さんからデータを預かって皆さんに提供してますよっていうようなことが書いてあるんですが、ここの下のところにアーカイブデータベース一覧ということで、だんだん件数も増えてきましたので、今1ページに表示する件数だんだん絞ってきておりますけれども、この辺も数も変えられますしということで、ページを食っていただければ109件全部をご覧いただくことは可能です。ただそれだと分かりにくいと思いますので、ここに一覧検索がありまして、この表の中に書いてある、後でこのまた表あの中も見ていただくことできますけれども、その中に書いてある項目で検索が可能になっていますので、例えば生物種ですとか、どんなモレキュルですとか、そういったことで、絞り込んでいただければいいと思います。でここでじゃちょっとこれ使って触ってみましょうってことなんですけど、これ結構手順がややこしいので、もう資料を見ながら一緒にみんなでやりましょうにしたいと思います。でこれでも本番のものを使ってもらって大丈夫なんですけど、内容としてはオープン TG ゲーツの病理情報のデータからハイパトロフィーの示したデータを絞り込んでダウンロードするとかですね、あとその際の肝臓の病理データを、病理画像を見つけるっていうことをやってあると思います。オープン TG ゲーツっていうのはいろんな薬剤に対する、マウスラットの、肝臓の、それこそ肝臓の、病理組織の情報ですとか、あとは生化学的な情報ですとか、そういったものが集められた、毒性に関する、データベースですけれども、それについてちょっと見ていきたいと思います。ただ画像は非常にダウンロードをすると重くなっちゃうんで、この画像データのダウンロードとフルサイズビューというのは講習会中は試さないでください。興味のある人は後でご自分のところに戻ってやってください。生命関係このじゃ実習9のページを見ていただいて、まずこの一覧内検索ところにオープンって入れてみると、多分3文字目でこれになると思います。これも、補完的な検索の仕方ができるようになっているんで、オープンまで入れたらもうそれに該当するものだけ出てくると、3文字以上だと確か思いますけど、それになるようになっています。これのところのですね、ちょっと一回利用許諾っていうのを見てもらえますか。こんな感じで利用許諾で皆さんに使ってもらえるようになってますってことを表示されてるんですけども、そこを開けていただくと利用許諾ページ、右の下ですね、こんなことが出てくると思います。ここにありますね、 CC by SA、 これが標準利用許諾になります。で by なので、どういうクレジット書いたらいいのってのはやっぱりわからないじゃないですか。論文書くときとかにも困りますよね。なのでこれはトキシコゲノミクスプロジェクトとか、こういうことをちゃんと書いてくださいというのがここにちゃんと書いてありますので、これ見て書いていただければいいということになります。これですね。でじゃあまた元の画面に戻りましょう。で今度はここから、データベースの説明はどんなふうに書かれているのかというのを一回これで見ていただきたいと思います。大丈夫でしょうか。そこをクリックしていただくと、サムネイル名前どっちでもいいです。こういう画面になります。はい、なってますか。一番上にオープン TG ゲイツって書かれていて、それから、作成者はこういう人たち、それから、連絡先としてはこういうところということですね。
基本的にその利用許諾も書いてあるし、そういう条件なら使っていいよって書いてあるから、なるべくその問い合わせないで済むように、そこすごい手間がかかるじゃないですか。このデータベースこうやって使わせてくださいとかいろいろ言うの大変なので、それを省くためにこのアーカイブってあるんですけど、でもやっぱりどうしてもなんか中身についてよく分かんないとかそういうことあると思うんで、それはちょっとこのアーカイブに問い合わせされてもなかなかお答えできませんので、やはりそのちゃんと連絡先を書いておいて、どうしてもこう必要な情報についてはそちらにアクセスしていただいて、コンタクトしていただいて、聞いていただくということが必要かなと思うので、こういうことも書いてあります。から、それについてのいろんな説明ですね、どういう対象物であるとか、そういったこととかも書いてあります。こういった感じでデータベースの説明、メタデータが書かれております。ではまたもう一回戻ってみましょう。で、今度はデータのダウンロードに行ってみたいんですが、真ん中辺のこのダウンロード、クリックしてみましょう。でもここはビクビクする必要ないです。実はダウンロードページというところにあります。非常に多岐にわたったこういったデータがあるものが、大体ほとんどなので、まずはこういった一段階このダウンロードページというのがありまして、その中でさらに、じゃあこの中の何をダウンロードするということができるようになっています。で、真ん中のところにこの形は、こういった項目のデータについてデータを一括でダウンロードできるのが、個別に並んでいますけれども、もう一つは、こちら側は、データをこう眺めてその検索して中がちょっと分かったものを例えば絞り込んでダウンロードするというようなことの機能もこの場合はついていますので、ちょっとこの一番下の検索&ダウンロードというところをクリックしてもらえますか。そうするとこういった画面が出てくるかと思います。ここでここまで大丈夫でしょうか。で、テーブルの中の検索絞り込みっていうのをちょっとやってみたい。さっきハイパートロフィーっていうのでやってみましょうって言ったんで、ここにファインドのところにハイパートロフィー、それから多分これファインディングタイプも選ばれてるかもしれないですが、ファインディングタイプっていうところで、やっていただいてサーチをしていただくと、今ここに映っているこの画面になると思います。どうでしょうか。そういうふうにすると、今ここのファインディングタイプのところですね、ここのところが今ハイパートロフィーっていうので全部揃ってる、こういうデータになってるかと思います。肝肥大ですね。で、こういうふうになった状態でこのボタンが絞り込み結果をダウンロードするボタンとかになっています。また全データをダウンロードしたい場合はですね、もともとのこのデータを全データダウンロードっていうのもありまして、その時は一応なんかこう データのダウンロードファイルの形式を選ぶとかいうステップがもう一個入りますけども、こういった形で検索して絞り込んでダウンロードでもいいですし、全データダウンロードでもいいですしということで、いろんなダウンロードの仕方ができるようになっているというものになります。それではその先の実習10に行ってみたいと思うんですが、ここまで大丈夫ですか。大丈夫でしょうか。実習10は今のこの画面から、一番右の上のパソロジカルって書いてあるところですね、あそこをちょっとの青いリンクをクリックしていただくと、ここですね、これをクリックしていただくと実習10のところに行きます。こういった画面で、今このフルサイズビューとかをやらないでってさっき申し上げました。これですね、これちょっとフルサイズビューとかダウンロードは後でやってください。からあとダウンロード画像を見るには専用ソフトが必要ですってあるので、これはまたちょっと行ってみないとわからないと思うんですけど、それを後でもし必要だったら、この肝臓のその毒性の情報なんか非常に興味がもしおありの方は、実際にこれ見てみられると非常にいいんじゃないかなと思いますので、ぜひご利用いただければと思います。必ずしもやはりこの画像は全部のデータについてあるというわけではないんですけれども、こういったものもありますので、必要に応じて使っていただければと思います。
このサムネイルをちょっとクリックしてちょっとだけ大きくなるっていうのは今その場で簡単に軽い状態でできるので、ちょっとやってみると、これは大丈夫ですのでやってみてください。ちょっとだけ多くなるっていう、それはその画面上だけで、あの今ちょっとだけやってるだけなんで、あまりあのヘビーなダウンロードにはなりませんが、そういった形で見ることはできます。まあ、あのこれ一つあのアーカイブに入っているデータのかなり、まあこれ複雑にあのいろんなデータが入っているパターンなので、こういった使い方でできるという一例をオープン TGKS のデータでお示ししました。それでデータベースアーカイブ、まあ、109のデータベース入っているって申し上げたんですけれども、あのその他の機能としまして、あとこの簡易検索っていうのは、まあ、データベースを代表するテーブルの検索ページっていうのがあるんですけども、これもなかなかそのデータベースごとによってちょっと違うので、まあ、興味があるものであれば全部のリンクを試してもらって何ができるのかなっていうのを後で見てもらえればいいかなと思います。もう一つちょっとご紹介しておきたいのが、アーカイブ、どんなアーカイブが皆さん利用しているのかしらって、なんか気になる人がいるらしいんですね。でこういう機能をつけてくれってずっと前から言われてたんですけども、ダウンロードの多かったアーカイブについてのランキング紹介をしています。でこれ2015年12月、先月なんですけど、オープン TJ ゲイツトップです。病理写真データベースとかもトップです。っていうのはなんかもうほぼここずっとですね、このデータがやっぱり皆さん非常に気になるみたいで、ずっと割とトップを走ってますね。ということで今ご紹介したのは、あのそういったトップに上がってる、皆さんがよく使ってるっていうデータベースになりました。あとはこのボディーパーツ 3D っていうのは、まあここ医学部なんでちょっと医学部の先生方多いのでご紹介しておきますと、あの 3D の、 あの人の、あの本当ボディの全てのパーツの、3D 画像が、あのいろんな組み合わせが、いろんな色付けも自由にできるとか、そういったあのものになるんで、もしこれもよかったら、オリジナルサイトに行っていただくとどんなものかっていうのが後で分かると思うんで、あの興味のある方はちょっと見てみてください。はい、こういったご紹介でした。これ利用状況というところから分かるようなことになります。であとこれちょっと宣伝なんですけれども、このアーカイブでは常にデータの募集をしております。まあ、データを共有することが皆さんにはなるべく簡単にデータを共有していただきたいということがありますので、まあ、利用許諾のその標準テンプレートですとか、どんなメタデータをつけてくださいとか、そういったところをお手伝いもできますので、ぜひ私たちのところにデータを預けてくださいというちょっと宣伝です。あのやはりプロジェクトとかやっていて、データずっと公開し続けてきたんだけれども、もう公開できなくなっちゃった、もうサーバー続かないんだけどとかいうのお話が結構ありますので、そういう場合は私たちのところに預けていただければ、まああのデータをこう長期安定的に管理することができます。でご自分でサイト管理したりする必要もないんで、もしよかったらこちらをあのこちらのご相談サイトに来ていただければなということで、これはちょっと宣伝でした。それでは最後紹介するあのちょっと大きなサービスとしてはこれが最後なんですけども、人に関するデータの関連のサービスということで、ちょっとこれ私が携わっているので、ご紹介したいと思います。まあ、アクセス制限が普通あの人のデータについては必要です。あのその個人直結するようなデータとか載せないのはもう当然なんですけれども、やはりゲノムのデータっていうのは結局個人同定できんじゃないのとか、そういう恐れとかもありますんで、アクセス制限が必要だということで、ちょっと、先ほど見せたあのアーカイブとかそういったところとは別のものとして人のデータベースというのを構築しています。サービスとしてはこちらから先ほどの3つのサービスのすぐ下のあたりですね、ここからリンクで行っていただくことができます。今見てに行っていただいても構いません。基本の方針としては、人に関するあらゆるデータを対象として集めようとしています。まあ、ゲノムとかが多いんですけども、今非常に NGS のデータとかの登録とか、まあ論文化に向けてそのどっかのデータベースの番号が必要なのでということで登録のお話をいただくことが多いですけれども、基本的には何でもいいです。人に関するものだったら何でも受け入れますから、匿名化された情報のみで、まあ、あのどの先生が提供されたデータかっていうのを書きますので、その先、例えばその後の経過をずっとあの経過観察ずっとやりたいとかですね、そういったこともあるかと思うので、その場合は共同研究を実際に結んでいただければいいということで、まあ、入り口となるデータベースということもあって、ここでご紹介をしています。
から、データ特許共有利用に関する審査ですね、これがアクセス制限につながるわけですけれども、そういったところは NBDC が一定の基準でやりますので、先生方を煩わせる必要はないということでやらせていただいています。あとは最近その指針なんかもいろいろコロコロ変わるし、個人情報保護法もね、ついこの間変わったばっかりなので、そういったところをちゃんと対応していくということはもちろんやっております。公開データ数としては今はオープンデータ、これは非制限公開で、これは審査はいらない部分ですけども9件ありまして、あと制限公開データ、こちらが審査が必要になりますけれども、こちらは制限公開データ24件ということになります。で、種類としてはオープンデータっていうのはもうウェブサイトから制限なく公開されるものです。基本的には集団の統計値ですとか、特定の個人由来ではない、まだ細胞なんかの解析結果とか、そういったものがあります。制限公開データは基本的に個人レベルの情報の、まあ、匿名化されたものですけれども、そういったものの集合というか、そういったものになります。あとは、データ1回預けるんだけれども、論文書くまで待ってとか、他のなんか成果出るまで待ってとかということで、私たちのところでいずれ制限公開あるいはオープンにして移していただくという前提のもと公開待機をすることもありますので、その場合は、まあ、番号とか発行した上で、公開だけはホールドしているというような状態が、保てます。で、まあ、匿名化されてなかったりですとか、あとは各プロジェクトの中だけで共有したいというのはちょっと申し訳ないんですけど、今はとにかく公開が前提でお預かりするということで進めています。データ共有に際しては、NBDC の中でそのガイドラインというのを作ってまして、それに基づいて審査委員会というのが、外部の有識者を含む審査機関として機能しております。で、提供者はそこにまあ申請をするわけですね。データを提供した人はこういうデータを提供しますということで、例えばインフォームドコンセントとか、あと倫理審査委員会で、データ共有の承認がされているというようなエビデンスをいただきまして、その承認、その申請、それを申請していただきまして、まあ、審査委員会がいいですよということになりますと、それをデータベースに登録するということで、 NBDC ヒトデータベースの中にはそのオープンと制限公開とありますので、そのどちらかに振り分けたりとかですね、そういったこともお話し合いをしながら、決めさせていただくということになります。ですからデータの分類ですとか、まあ、いつ公開できますかとか、あとはそのデータ利用に関して、まあ、インフォームドコンセントなどで特別な制限事項があるかないかとか、そういったことも確認させていただいた上で、公開条件を決めていくということになります。で、そのお返しにって言っちゃ変なんですけれども、そのデータについて ID をちゃんと付与しますので、そこでは論文を書くときに使っていただいたり、そういうことができるようになっています。で、利用者の方も、まあ、同じようにこの審査委員会の方に申請をします。まあ、データ利用についての臨時審査を機関の中で通していただいていることが前提で、それがあると、まあ、承認が基本的には出ます。で、そうしますと、こちらの制限公開データのアクセスができます。オープンデータはこういった手続きはいりませんので、自由にダウンロードしていただければとなります。で、制限公開データの利用に関しては、まあ、利用状況を報告していただくということで、まあ、例えばセキュリティもちゃんと保たれている状態で利用されているかとか、そういったことを私たちの方で確認させていただくということになります。で、まあ、どういったセキュリティレベルを皆さんに求めるかということが非常に使われる側も提供する側も非常に気になると思うんですけども、基本的な標準レベルとしては、まあ、LAN の中のサーバーの中でのみ使用ということで、例えば PC のところでダウンロードしていろいろするとか、そういうことではなくて、基本的なサーバーの上で何かやる、PC はあくまで端末という形で使っていただければということになります。で、まあ、アクセスできる人の制限とか、そういうのはちょっとちゃんと、申請するときに書いてもらうとか、そういうこともありますけれども、あとセキュリティのレベルを、いろんなチェックリストで、このぐらいのレベルを保っているということを申告していただくということになります。から、まあ、特別な場合なんですけれども、特別にこうインフォームドコンセントの中で非常にこの厳密にあなたのデータ管理しますということを謳われている場合とかもありますので、そういう場合なんか入室管理なんかも含めてセキュリティレベルをもうちょっと高いレベルで利用者にこういうところで使ってくださいねという制限を課して利用していただくというようなことになっています。ちょっと簡単ですけど、人に関するデータについてはご紹介しました。もし興味ある方は先ほどのサイトに行っていただいて、またお知らせいただければと思います。で、最後になりますけれども、もうこれはちょっと、ぜひご紹介しておきたい、皆さんに絶対役立つサービスなんですけれども、今度はサイトの右上の方にですね、3つ日本語や動画で分かりやすくと書いてあるところあります。そこに3つ目には書いてあるんですけれども、
新着論文レビュー、領域融合レビュー、それから統合テレビとあります。統合テレビって名前きっと聞いたことある人いるんじゃないかと。いや、名前聞いたことなくても絶対見たら絶対わかるっていうのもなんですけど、これについてはですね、実は小野さんといって、この今日の後半の方にお話をしてくださる小野さんが専門なので、私はそこに譲りたいと思いますので、資料は一応書いてありますけれども、そこは飛ばしたいと思います。彼が一応専門で作ってくれてるので、なのでちょっと資料もそこに紙資料もありますけれども、ちょっと飛ばしてライフサイエンス新着論文レビューの方に行きます。これ日本語による英語論文の解説記事、簡単に言ってしまえばこういったものです。ネイチャーとかサイエンスなどのトップジャーナルに日本人の人がファーストオーサーで書いたもの、そういうものを見つけるとですね、うちの編集者がその方にコンタクトして、ぜひこれについてのレビューを書いてくださいということでお願いをして、解説記事を書いていただいているというものです。なので、ネイチャーとかサイエンスにいきなり出たアーティクル読んでも分かんないですね、バックグラウンド分かんなくって。なのでそのあたりも含めてちょっと門外観でも分かるように書いてもらっているので、非常にその分野のことを知りたいという時には便利かなと思います。公開数がもう890法以上ありまして、一つまた特徴なのは、そこに使われている文章や図は CC BY で使うことができます。なので例えば、学会発表ですとか、中で使うにはもう全然基本的に問題ないと思うんですけども、学会発表とかで引用として使う時にもちゃんとこれ書いていただければ大丈夫ということで、結構例えばネイチャーとかに出るともう著者ですら使えないっていう状態があるのをご存知かと思うんですけども、そういう状態にならないように、著者の方にまた書き起こしていただいて、かつ図も書き直していただいて、それからこういったクレジットで公開することを承諾いただいているというようなものでありますので、分野の新しい分野のことを知るとき、それからその分野についてさらに研究を進めたいときに活用できるものじゃないかなというふうに思っています。サイトとしてはこんな感じですね。はい、どんどん日々出ておりますので、また検索もできます。こちらで検索もできますので、こういうテーマの何かなかったかしらということを調べていただくこともできます。はい、こういった図もですね、写真はちょっとなかなか微妙なんですけどね、でも図は絶対書き起こしてあるんで、それは大丈夫です。もう一つあります。ライフサイエンス領域融合レビュー、これは先ほどのはネイチャーやサイエンスに出たものをなるべく1ヶ月以内だったかなにはこの日本語レビュー書いてねということでやってる、だから非常にアップデートのものなんですけども、こちらはある学問分野とか領域を対象にしたもうちょっと幅広いレビューを、専門家の先生に書いていただくということで、いくつかの学会にご協力いただいて現在50校掲載をしております。こちらも同じように CC BY で中身を使っていただくことができますので、こちらこそ本当にレビューでそのなんていうかな、ベーシックなもの、ベーシックな情報から書かれていますので、本当にその領域のことを勉強するのに非常に役立つコンテンツだと思いますので、ぜひご活用いただければというふうに思います。こちらもリーディングオーサーズっていう名前のページでこんな感じで書かれています。なんか PDF でダウンロードもできるというので、あれですね、自分のパソコンで見やすいように見るとか、そういうこともできるかなというふうに、オフラインでも見られるということになります。さてここでもう大体私の時間はいっぱいなので、最後の終わりにというふうにいろいろあるんですが、ここに書いてあることは読んでいただければある程度わかるかな。一つだけ4章によるデータベース統合ということで、先ほどインテグバイオという名前が時々出てきてたんですけど、NBDC は文科省ですし、 NI バイオは厚生労働省、それから農水省、それから経済産業省、このあたりがですね、結構今までその日本でライフサイエンス系でいろんなデータベース統合をやってきたところなんですね。だからそれを一応またまとめるサイトを作って、一応元締め的に NBDC がいろんなことをやりましょうということをやっているというご紹介でした。で最後にはデータ共有に関してはなんかいろんなこんな課題があるよということも書いてあるんで、ちょっと半分愚痴っぽくなりますけれども、これは後でお読みいただければと思います。これで私の発表を終わりにします。ありがとうございました。